京田陽太は、石川県のみ郡寺井町出身のプロ野球選手、宇藤左田、中日ドラゴンズ所属。のみ市立寺井小学校の2年時に、寺井学堂野球クラブで、軟式野球を始めた。小学校卒業後の2007年4月、のみ市が主催した、同志出身の松井秀喜応援ツアーに応募し、当選。旧ヤンキースタジアムにて松井と握手をした。 飲み知りつて来中学校への進学後に、白山飲みボーイズへ所属すると、日本少年野球選手権大会全国大会での、準々決勝進出を経験した。青森山田高校への進学後は、1年生の春から、レギュラー遊撃手に抜擢。しかし、同じ青森県にある田村隆弘氏や北条文也の、いた八戸学院候補士高校の後人を拝する、格好で、 在学中には春夏とも、阪神甲子園球場での全国大会へ出場できなかった。高校の同学年には、疲労性なりが、一学年先輩には山崎明太郎がおり、山崎とは大学でもチームメイトとなった。日本大学法学部公共政策学科への進学後は、一年次からベンチ入り。三年次には、 当と大学野球リーグの春季2部リーグ優勝を経て昇格した秋季1部リーグで遊撃手としてベストナインを獲得した。4年時にはチームの首相を務め、秋季1部リーグ戦では打率328、11盗塁という好成績を残した第40回日米大学野球選手権大会の日本代表に選抜。大会では 中京学院大学の吉川直樹とに勇敢を組んだ。野球部の同期には、湯げは人がいる。2016年の NPB ドラフト会議で、中日ドラゴンズから2巡目で指名。契約金8500万円、年俸1200万円という条件で入団した。背番号は51。指名の直後に出場した、東都大学野球周期一部リーグの東洋大学戦では、 4から3で勝利し、チーム25年ぶりの一部リーグ優勝を果たした。2017年、開幕戦となった3月31日の読売ジャイアンツ戦に、7番、遊撃手として、先発出場を果たし、公式戦初出場。6月以降の公式戦では、持ち前の俊速攻打を武器に、1番、遊撃手として一軍の先発出場に定着。 8月17日の対横浜 DNA ベイスターズ戦ではチームの新人選手としては辰波和義以来の一軍公式戦シーズン20投塁を達成した9月18日の対巨人戦5回裏の第3打席で内野安打を記録この安打がシーズン141本目の安打となり一軍公式戦におけるチームの新人安打記録を更新した 公式戦143試合中141試合に出場するとセントラルリーグの新人選手でただ一人規定打席へ到達。打率はセリーグの18位にとどまり DNA の浜口春香大も有力候補に挙げられていたが記者による選考では強打が有効投票総数の7割強を獲得。リーグの新人選手としては長島茂雄に次ぐ 歴代2位の1シーズン149安打を達成したことが高く評価され、リーグの新人王へ選ばれた。シーズン終了後の第1回アジアプロ野球チャンピオンシップでは、日本代表の一番打者として初戦から決勝までの全3試合に先発出場。源田宗介も選出されていたことから、監督の稲葉敦式の代表選手選考の時点から構想により、 本来のポジションである遊撃に加えて未経験に等しいという二類の守備もこなしながら代表チームの大会初優勝に貢献したでは二類一種として先発出場。2018年シーズン全体を通して打撃不振に苦しみ20盗塁はクリアしたが打率は2割3部台、出塁率も3割終わった。対広島東洋カープ戦では132試合消化時点で 打率、298、12打点、1本塁打を記録し、打率、打点ともに50打数以上の選手の中では、大広島戦3位だった。守備では、失策数は6個と前年から半減させ、守備率は、991と、セリーグ規定の有撃手で1位だった。オフに翌年から、背番号を1に変更することが発表された。二千十九年、 開幕先発出場は逃したが、その後、遊撃手に定着した。同年のオールスターゲームで監督推薦で選出された。一時打撃不振で先発出場打ちも経験したが、140試合に出場し打率249と前年より結果を残した。守備率985はリーグトップの成績だった。オフに翌年から 選手会長に就任することが発表された。2020年、新型コロナウイルスの影響で、120試合制の過密日程となった中で、チーム唯一の全試合出場を果たし、打撃では打率、247ながら、キャリアハイとなる5本塁打を記録した一方で、守備では、リーグワーストとなる13失策を起死した。2021年、開幕1軍入りしたものの、 打撃不振により5月28日にプロ入り5年目にして初めて一軍登録を抹消された。打球のゴロ率が高くプロ1年目のシーズンである2017年は60.8%で両リーグを通じて1位である。また内野安打率がとても高く2017年は26.2%内野安打数も39本と共に 両リーグを通じて1位である。選球眼を課題としており、2017年は、支球率 BBK が、いずれも、両、リーグワースト1位にとどまり、出塁率が、300に満たない大きな要因になった。50メートル5秒9の瞬速、中日入団時の担当スカウトである、中田宗尾から評価された基本に忠実で堅実な、守備が持ち味。 学生時代から練習の虫として知られ、青森山田校時代は、寮の夕食の終了時間ギリギリまで練習して一人食堂で夕食をとり、日大時代は監督がやめろというまで練習をやめないほどだった。豊富な練習量とともに野球に対する姿勢も真摯で、2016年のドラフトでは同じ遊撃手として他にも有力な選手がいたが、 その選手が練習の際にユニフォームを着崩しで練習していたのに対し、京田はたとえ練習であってもユニフォームの着こなしを着崩すことなく練習に臨んでいた。これを見た中日のスカウトはその選手を早々にドラフト指名候補から外し、京田を指名したという。憧れの選手は地元のミッシュ出身の松井秀樹、目標とする選手には、 鳥谷隆と辰波を挙げている。サッカー選手の室谷生徒は高校の同期で仲が良い。2018年1月11日、同い年の女性と結婚。同年10月22日に第一子となる長女。2020年1月22日に第二子となる長男が誕生。2020年シーズンは同年4月に23歳で死去した青森山田時代の後輩であり。 NTT 西日本の中井亮が使う予定であったグラブを使用。また、登場曲も中井が好きだったという湘南の風、親友用を使用。CM、ありがとうございます。